ツルナゴーラフ死教領は1696年から1852年まで存在した真権国家である。このフ死教領はセルビア正教会のセティニエ主教がオスマン帝国の支配から脱し、セティニエの教区を事実上のロシアの保護領に変換し、フ死教として支配したものである。 歴史は南東ヨーロッパのほとんどを占領していたオスマン帝国との戦いで、モンテネグロのいくつかの士族を連携させたゼティニエの主教であるダニーロから始まる。ダニーロは主教でありながら、世俗的統治権を持つ摂取制の主教皇の地位を確立した。ダニーロの家系であるペトロビチニエゴ主家はステファン・マリが、 ロシア皇帝ピョートル三世であると称して統治した1767年から1773年までの期間を除き、モンテネグロを支配した。1764年からは、ベネツィア共和国の支援を受けた、ヨヴァン・ラドニッチがグベルナドゥールを称して、モンテネグロの名目的な支配者となったが、ペトロビチ・ニエゴ主家の支配を崩すことはできなかった。1852年、主教皇、 何色二世は、クニャージとなることを宣言し、モンテネグロは、世俗的な広告となった。ビクトリア・クラーク、ホワイエンジェルス・フォール、エージャーニー・スルオーソドックス・ヨーロッパ・フロム、ビサンテゥーム・ツー・コスボ、P93、ロバート・バイ・ディルー、イアン・ジェフリーズ、エイヒストリー・オブ・イースタン・ヨーロッパ、クライシス・アンド・チェンジ、パグ、86・アンソニート・トロロープ、セイント・ポールズ、トモゴ、 P430 ウィキメディアコモンズには、ツルナゴーラフ市教料に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。